どうしていいか分かんない気持ちだと思いますけども、まあこの大谷新庄に限っては、ゼロワンに限っては、何度だって今までこんな、壁にぶち上がってきたし、乗り越えてきたし、立ち上がってありますよ、絶対に諦めない、やります。やっぱこうファンの人たちがあってのプロレスラーだと思ってるんで、やっぱそういう人たちが、このコロナでいなくなってないことを僕は願いたいです。落ちた分上がるからおもろいんですよ、この団体ゼロワンは。それができる団体ですよ。皆様、本日は本当にお忙しい中、ゼロワンの新しい出発会にお越しくださいまして、誠にありがとうございます。そして、いつも我々を温かく迎えてくださる靖国神社様、本当にいつもありがとうございます。そして今日、7月11日は、橋本さんの命日です。そんな橋本さんが2001年旗揚げしたゼロワン、来年で20年です。この20年の間にいくつものピンチ、逆境、たくさんありました。でもその逆境が訪れるたびに、負けてたまるか、一緒に頑張ろう、そう言ってくれる仲間、そしてゼロワン頑張れ、ゼロワンはなくしちゃいけない、そう言ってくださる、熱い劇を飛ばしてくださる全国のお客様、そんな方たちがおられることで今ゼロワンは存在している、僕はそう思っています。何があっても諦めない、何度倒されても何度でも立ち上がる、そうしたからこそ今、大東ホールディングスグループ、亀田会長に出会うことができたと、僕は心から思っております。僕たちに頑張るチャンスを与えてくださった、僕たちにまた立ち上がる勇気を与えてくださった、亀田会長に心から感謝いたします。そして、この20年、ゼロワンに携わってくださったたくさんの皆様、そして今日も何か来場してくださってますが、ゼロワンをずっと応援してくださっているお客様、そんな皆様への感謝の気持ちを忘れず、我々選手一同一生懸命頑張っていきたいと思います。僕はプロレスの力を信じています。大変な世の中だからこそ、立ち上がろうとしている方がたくさんおられるからこそ、今こそプロレスの力が必要だと僕は信じています。だからこそこれからも一生懸命プロレスをしていきたいと思います。今プロレスは新しいジャンルに変わっていくときだと僕は思っております。そんな中でも今までの熱く素晴らしい楽
切なものを守りながら、新しい素晴らしいものの中にも熱いものがたくさんあると僕は信じています。なのでこの大河ゼロワンで新しいプロレスにも一生懸命全力で挑戦していきたいと思います。なので皆様、今後とも大河ゼロワン、そしてプロレスをよろしくお願いいたします。プロレスは頑張ります。選手会長になりました、田中正人です。今度はファンの方や、ご支援いただいている方たちに、すごく心配かけましたが、このような素晴らしい状態になり、ゼロワン、もう一度、業界のトップを目指して、頑張りたいと思います。やっぱりそこを目指さないと、協力していただいた僕らを生かしていただいた大坊さんには、僕ら後悔は、してほしくないので、僕らはそこに目指して頑張りたいと思います。あと、今までこうサポーターズクラブとして応援していただきましたが、それをですね、ゼロワンベースとして、これはファンクラブという形で、これからもご支援していただきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。ゼロワンのひどいです。まあ、いろんな選手が、ね、辞めたりとか、まあ、こんなところで落ち込むことが多かったけども、ね、仲間を信じて自分でやれるということを、ね、頑張ってれば、まあ、必ずなんとかなると、ポジティブに、ね、ずっとやってきました。そうしたらね、やっぱり大谷さんや田中さん、大きい人のおかげで、ね、素晴らしい会社と手を組むことができました。本当に素晴らしい会社なんでね、その会社とゼロワン、これは目指すはね、日本一じゃないですよ、世界一目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ゼロワンの菅原拓也です。プロレスの力を通じて皆さんに何か伝えるのが僕らプロレスラーの使命だと思うので、今まで以上に頑張ります。お願いします。新しくゼロワンが生まれ変わる、私も生まれ変わらないなと思っております。今後も引き続きゼロワンジュニアを私が引っ張っていきたいと思います。時は来た、それだけ。As world champion, I'll fight with all my power. I will do my best going into the future. Zero One, 頑張ります。Please everyone support Zero One. I'm looking forward to the future. Mecha Tanishimi. プロレスリングゼロワン岩崎壮です。これからもしっかりゼロワンの看板を背負って、自分がゼロワンを引っ張っていきたいと思いますので、皆様引き続き応援のほどよろしくお願いします。今日はありがとうございました。プロレスリングゼロワン北村翔輝です。ゼロワンが新しくスタートします。そして僕も今までのゼロワンの歴史に新しいものを作っていきます。そしてゼロワンは僕が守ります。皆さん応援よろしくお願いします。ゼロワン新入団の馬場匠です。こういった場所で、いいニュースをお届けできて、このいい流れに乗って僕がゼロワンを明るい未来へ、導いていきたいと思います。よろしくお願いします。僕は、まだデビューしたての新人でありますが、これからもっと練習を積んで、プロレス界の一番を目指していきたいと思っております。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。プロレスリングゼロワン、秀久保田です。安久保田です。新しいゼロワンがスタートしましたが、僕たちは今まで通りリベンジャーズの一員として、皆さんの前で試合していきますので、これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、本日は、本当に長い時間、お付き合いいただきありがとうございました。皆様、会見前、激しくなってた雨がすっかりとやみました。これからのゼロワンを、お天気の神様も、応援してくれていると、僕は思っております。また立ち上がる我々を天国の足元さんに見てもらいたいです。これからもゼロワン一生懸命頑張りますので、皆様ゼロワンとそしてプロレスをよろしくお願いいたします。